金沢大学附属病院で救命医療を行う救急科。今日から院内救命士として働く奥池君です。院内救命士として採用させていただきました奥池です。よろしくお願いします。奥池風紀さん21歳、院内救命士として新卒採用されました。1991年に始まった救急救命士制度、救急車の中で救命措置を行う救急救命士が命を救う最初の砦として活躍してきました。去年10月の法改正により、これまで救急現場から病院到着までだった救命措置の範囲が、救急現場から患者が入院もしくは帰宅するまでに拡大。その結果、救急救命士は救急車の中だけでなく病院内でも救命措置を行えるようになったのです。救命というのはいくら手が あっても足りないっていう部分がこう出てくるんですね。でそういった場合に、彼が医師がしなくてはいけないことを代わりにこうやってもらうというだけで、治療のバリエーションが増えるということになりますね。それは治療の面ではすごくメリット。そんな奥池さんの初出勤、簡単な仕事の説明で終わりかと思いきや、10時に向こうを出発してこちらにヘリで来るという、そういう算段で進んでいるということになったんですけど、ドクターヘリが病院に来ることになったのです。近代病院でもドクターヘリが来るのは月に 1,2 回です。さらにドクターヘリの到着と同じ頃、救急車も到着。奥池さん、いきなり救命救急の最前線に当たることになりました。自分の手に命の重みがかかるということをしっかり自覚して、これから努めていきたいと思います。初日から奮闘する奥池さん。奥池さんがなぜ救命救急の道を目指したのか、詳しくは後日スタートする新企画、石川すごい人でお伝えします。